海洋学は自然科学の一分野であり、海洋を研究する学問である。地球を対象とした地球科学の一分野として、海生生物やプレートテクトニクス、海流などの海洋の諸現象、変動を様々な自然科学的側面から捉える。海洋のどの性質を主に解析するかによって、海洋物理学、海洋科学、生物海洋学、 海洋地質学などの主要分野に分けられる。海洋を実際に観測する方法として、研究船を用いたもの、小船などの特殊観測船によるもの、漂流定点部位によるもの、リモートセンシング衛星によるものなどが挙げられる。研究船による海洋観測では、対象とする海域に設けた観測点において、CTD による水温、 塩分の炎直プロファイルの観測を行うとともに、CTD とともに、フレームに取り付けた、溶存酸素系、蛍光高度系、流速系、濁度系の同時観測、採水器による深さごとの採水、現場法、疑似現場法による基礎生産力の測定、様々なネットや採水法によるプランクトンやネクトン、ベントスの採集などが行われる。 海洋の物理的な性質に関する数値解析は、気象学におけるそれとほぼ同じくらいの歴史を持っており、近年では地球シミュレータの完成などにより、残された課題はまだあるものの現実に近い海流、分布の再現なども可能になっている。近年では、海洋の科学、生物学的な要素も数値シミュレーションに組み込もうという試みが進んでいる。 海洋についての研究は早くギリシア時代から行われていたが科学としての形を取るほどにはならなかった。19世紀になって航海の安全を図るため船員が海上の気象や海水温、海流などの観測を行って航海日誌に書き入れ航海の参考とするようになった。1872年から1876年にかけて チャレンジャー号による海洋観測が行われ、これによって海洋学は初めて学問としての形を整えた。1893年から1896年には南線による北極探検が行われ、その観測結果よりエクマンが不き操流理論を確立した。海洋研究が盛んになるにつれて、これらの研究を国際的に共同に行う必要が、 生まれて1900年国際海洋開発委員会がコッペンハーゲンを本部として設立される。その後各国による南極観測、探検が盛んとなるが、第一次世界大戦中は戦争に加わらなかったノルウェー以外のほとんどの国では海洋観測は止まってしまった。戦後、ドイツの観測船メテオール、アメリカのカーネギー号、アトランティス号、 ノーチラス号が各所で観測を行う。第二次世界大戦中は海洋研究は主に軍事上の立場から行われていた。特に潜水艦作戦のための海中音波の電波など水中の音響関係の研究が著しく発展した。日本の海洋研究はイギリス、フランスなどに比べおよそ1世紀遅れて1870年に初めて海軍で 水路作業が実施され、翌年に水路部が創設され、海洋観測が始まった。やがて先進国の事業を取り入れて、次第に盛んとなり、太平洋の西半分の南北にわたる大掛かりな観測を行うようになった。1925年には音響促進を取り入れた。日本を巡る海流の様子をはっきりとさせるため1883年。 中央気象台の和田雄二が初めて海流瓶を流して、日本の周りの海流を明らかにして、親潮、黒潮の様子がはっきりした。その後和田は1913年から1917年にかけて、さらに大規模な調査を行い、その結果は1922年に日本海海流調査業績として出版された。水産関係では1893年。 水産調査所が新設され、間もなく廃止されたが水産局の中に水産調査課ができて、岸上健吉、北原多作、岡村金太郎らがいろいろな仕事をした。1920年に岡田竹松を大長として、神戸海洋気象台が創設され、航海者、漁業者、気象関係者のために海洋研究を行い、物理学的、生物学的な海洋研究が始まった。 1929年には農林省に水産試験場ができた。1932年から数年にわたって、宇田道高などの指導によって、全国都道府県の水産試験場と協力して、数十隻の調査船により、同時に海洋の一斉調査を行った。この当時の日本の海洋観測量は世界的なものであった。1941年に、 日本海洋学会ができ、終戦後は海軍水路部は運輸省に移った。ありがとうございます。